はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス、ライブ配信始めていきたいと思います。まあ、リニューアルしまして、寿命が50周とか、コインのインフレだとかですね、いくつかのモードが追加されたりとか、なんか動作が重くなった気がしたりとか、なんか簡単に勝てなくなったりとか、いろいろ変更が加わって、スターホースポケットプラス、こんな感じで非常に燃えてる感じですね。またいくつかの絵も追加されてます。で、ダイワスカーレットに種付けをし、これまでの世代のまあ種付けして、馬を産んだんですが、なんか勝ちにくくなってる感じです。農園で収穫できます。まずいつものノーマルデイリーガチャ。あ、やっぱりメダルばっかりになってる。チケットなんていうのもありますね。 JC ガチャやチケット、スーマーヒンバー、フランケルガチャ、フランケルガチャ引いてみますか。10回ガチャです。おっと、ダーレミとディアロ、ディアドラがね、出ます。ディアドラは2回目なんで、ディアドラは合成してみましょう。クエストを達成しました。伝説の宝玉を手に入れた。では、株券、やっぱりなんか画面像の表示が遅いんですよね。 UR はヘロドだけです。ディアドラが2頭いるんですよね。なのでディアドラ、これまず単純に複製数は1個になる。チャージを変更するってそういうこと。まあとりあえず合成ですね。さあ3位ですね。ご存知ですか？神社。ご存知ですか？この辺もやっぱり厳しくなった感じはありますよね。
泣き話きた。そういえば。さあ、ダイワスカーレット。ベストバタイジは472kg のはず。燃料は上がります。これは仕方がない。詳細はベストバタイジは変わりません。いい感じですね。なんでしょうねこれ、怒ってる。嬉しそうですね。ケーキで能力を上げていきましょう。ご存知ですか？なんか帽子と、どうでしょう、嬉しそうですね。調子がちょっと落ちてるかも。あー、調子が落ちてる。ご存知ですか？いいですね。いい感じですね。そういえば、パトナー調教はせずに、馬体はいい感じですね。温泉ですね。調子回復させたいが、ビールか。レースあるのかな。3月を3週金庫賞、阪神大賞典もいいかもしれない。これに登録しましょう。戸崎騎手、とりあえず普通に大根で。いい仕上がりです。今日開始です。今週はレースがあります。残り40周。いいですね。お、距離適正がアップしたぞ。で、最後大根です。これ普通の大根ですが、嬉しそうですね。何かご用でしょうか。おっと、馬体がプラスに2キロ増えているぞ。道あるも悪くないんですけどね。まだまだ能力は完全に開花しきれてないのかもしれない。2番人気ですね。1番人気にもならなくなったついに。ただいまより投票受付を開始します。差があるは1わけじゃなく、ゴールドシップか。これ強いな。対決です。ゴールドシップ、ここがなかなかスムーズに表示されないっていう問題があったんですが、今はスムーズに表示されてます。足毛の馬体ゴールドシップです。さあ、阪神大賞典、阪神芝 3000m。この馬にとってはギリギリの距離と言えますね。ちょっと上限がいます。3200まで伸びております。つまり春天などはいいかもしれないですね。春の盾を見据えるトップクラスの馬たちが集います。さあ、飛び出した11頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ったのは片野スカーレット。
名称角が外から行こうというところ、その後ろでやりましょうか。1番カレンミノティック11頭が第3コーナーに向かいます。それから4番ラブリーデイ、外を通って8番ラストインパクト、プーラブライト、そして一番人気のゴールドシップ、うまくいっているんではないでしょうか。内を通ってスルスルとスノードンが上がっていきました。鈴鹿デビアス、それから2番デニムアンドルビー、外を通りましてサイモントルナーレ。もう一度整理しておきましょう。先頭を行く6番カタノスガーレット、4分の3馬身リード、そしてその外に名称カドマツ、それからもう1頭カレンミノティック、その後ろ3馬身くらいあって4番ラブリーデイ、その外に8番ラストインパクト、そして6番手に5番プーラブライト、その後ろ5馬身くらいあってスノードン、ゴールドシップはこの辺り。11頭第1コーナー右にカーブを取ります。内から1頭鈴鹿デビアス、デニム・アンドルビーがその後ろ、7番サイモン・トルナーレ、これがしんがりであります。もう一度前から整理してみましょうか。先頭は依然として6番カタノス・ガーレット、そしてその後ろから名称カドマツ、そのうちにカレン・ミロティック、そして4番手にラブリーデイ、その外からは8番ラストインパクト、そしてその後ろから5番プーラブライト、この辺りちょっと離れている9番スノードン、第3コーナーに向かいます。11頭それから足毛の馬体ゴールドシップであります。そしてそのうちに鈴鹿デビアス、外から1頭2番デニム・アンドルビー、1番後ろにサイモン・トルナーレであります。先頭を行くのはカタノス・ガーレット、4分の3馬身リード、ね、そして外からは名称カドマツ、内を通りましてカレン・ミロティック、それから4番ラブリーデイ、8番黒い馬体ラストインパクトでやります。さあ、ちょっと差を広げようとしている。さあ、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノス・ガーレット、叩き合いは望むところだ。完全にこの2頭が抜けた。ラブリーデイがかわした。ゴールドシップ、カタノス・ガーレットが2番手に切れるか。ラブリーデイ先頭、スター・アケト、ラブリーデイ1着、4番ラブリーデイ、そしてカタノス・ガーレットが粘って2着。よく粘ったんですが、ラブリーデイに敗れてしまいました。惜しかったですね。1着4番、2着6番、3着電動馬すら危ういかも。レースを終えた馬が戻ってきました。元気いっぱいですね。いい感じですね。放牧ふてん出ればいいんだけどな。2キロしか増加しない。春の天皇賞出したいんで、そういえば飛ばさずに進めていきます。皐月賞の週ですね。私は差し馬が好きですね。ワクワクするレース展開じゃありませんか。さあ、この馬は逃げ馬です。気合い十分ですね。大根、いい仕上がりです。あ、これ減り方も変わってる。スピード調子回復はどうでしょう。まずまずですね。今までゼロだったんですが。私は差し馬が好きですね。この辺もなかなかうまくいってる。ワクワクするレース展開じゃありませんか。元気いっぱいですね。
ラス4キロ。馬体はいい感じですね。ハルオ天皇賞ゴールドシップが再度出てまいります。戸崎騎手前走に続いて戸崎騎手、騎乗は悪くなかったと思うんですよね。また人気落ちましたね。しかし20丸が2つついてます。20丸他に2つついてるのは絆です。一番人気はその絆ですね。ほっていってますね。ゴールドシップは2番人気。絆はですね、追い込み馬ですね。前に行く馬が少ないんで、もしかしたら十分チャンスはあるかもしれない。行ってみましょう。さあ京都春の名物天皇賞春です。ラブリーデーも出てますね。まあ問題は3200をこなせる馬がどこもそんなに多くないことです。春の大一番天皇賞12頭が淀の坂越え3200メートルにスピードとスタミナを競います。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か、ね、先頭に立ったのは片のスカーレット。大方の予想通りであります。アレンビのチップがかわしていきました。そして3番手にラブリードイであります。ラストインパクト、ウェイブゲーム、それから5番サウンドオブアース、ゴールドシップ、ほとんど馬体が合っています。その外アドマイアデウス、そしてその後ろから6番ウィンバリアシオン、絆はこの辺り、それからもう1頭ポッコーブレイブ、外を通りまして11番デニム&ルビー、もう一度前の方でありますが、依然先頭カタノスカーレット、これを追って4番カレンミロティック、この辺りちょっと離れている7番ラブリーデイ、その後ろ3馬身くらいあってラストインパクト、ウェイブゲーム、それから足毛の馬体ゴールドシップであります。その外に5番サウンドオブアース、内から1頭アドマイアデウス、そして外からは6番ウィンバリアヒロン、8番キズナ、緑の帽子が馬込みで揺れています。まもなく第1コーナー、ポッコーブレイブがその後ろ、そしてもう1頭デニム&ルビー、もう一度先頭から順番に参りますと、ここにいたカタノスカーレット、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。4番カレンミロティック、差が開いてラブリーデイ、そしてその後ろからラストインパクト、それからウェイブゲーム、2番ゴールドシップ、外から1頭サウンドオブアース、一旦上りまた上る第3コーナーの上り、その後ろでやりましょうか。3番アドマイアデウス、そしてその外にウィンバリアシオン、そして1番人気の絆、うまくいっているんではないでしょうか。その外からは9番ポッコーブレイブ、第3コーナー坂の下り、一番後ろに11番デニム&ルビーであります。流れるようにレースが進んでおります。注目のカタノスカーレットと戸崎、狙いすました天皇盾は誰にも譲れません。そして2番手にカレンミロティック、ちょっと離されまして7番ラブリーデイ、2番ゴールドシップ、ぐん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 上がってまいります。大歓声が上がる京都競馬場、大歓声が上がる京都競馬場、カタノスカーレット大歓声も後押ししているぞ。さあ先頭はゴールドシップが3馬身リード、内から懸命にカタノスカーレット、ウィンバリアシオンが2番手粘った粘った、ゴールドシップ絆懸命に追う、ウィンバリアシオンが2番手アドマイアデウス、1着天皇賞春、勝ったのは3番アドマイアデウスだ。全然でした。残念、目標にされた分苦しいレースになってしまったって言ってますね。いや、なかなか勝てなくなってるな。バランス調整がすごいされてる。レースを終えた馬が戻ってきました。気合い十分ですね。
まずですね。何かご用でしょうか。早くも15周消費してますからね。そういえば、そういえば、花火大会か。花火。ご存知ですか？うん、知ってます。474キロ得意コースっていうのも加わったんですね。特性とか。とりあえずうん、5月5週まで進めましたが、このクマの運命はどうなるんでしょうね。下手すれば電動バイ入りすら危ういということになります。なんとか頑張ってほしいところです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。農園で収穫できます。